東ズ夢ヤ・は、函館市在住の落語家、東京を生まれ、本名、長田誠、道南落語クラブ所属。1940年、東京都中央区の聖路科国際病院で、田中誠として、産声を上げる。1947年、東京都港区立八金小学校に入学、幼い頃から落語好きだった。1954年、 明治学院中学校、明治学院東村山高等学校に入学。高校時代は、上野にある寄せ鈴本演芸場に通った。高校2年の時、落語家を志す。1959年、高校を卒業。五代目、柳谷子さんに、弟子入り。7年余り修行する。前座名は、師匠初の芸名でもある、栗之助。4月21日に、 初講座。1963年、詰めとなり、柳屋小三太。1966年、芸に行き詰まり行くのを、函館に移住し、老温泉従事務局員として、活動を開始。1968年、東から歴史を作り上げ、夢を持って人を助けるの木で、東ずや夢助と改名、出前落語活動を開始する。1969年、 箱館民族芸能を守る会を発足、所属する。以後東京、大阪の落語家を招き、落語会、箱館寄せを主催する一方、箱館市内の町内寄せ、職場寄せを開催。1970年3月25日に長田恵子と結婚。1990年、夢女事務所設立。1991年、 NHK 函館放送局発信のラジオ番組で自助伝を放送。1992年、直木賞作家、高橋義夫著、ひな風堂々で紹介される。2018年3月に亡くなった。77歳坊津。ありがとうございます。